次の次ぐらいにあの服装やりたい。いやもう次あたりいけるんじゃない。15メートル先ぐらいから15メートル先もいいかな。あそこのさ看板あるじゃん、あれ、あの看板ぐらいからまあまっすぐぐらいでいいんじゃない。5メートルぐらいか。うん、これちょっと精神を統一させて、精神統一させてまっすぐに行って、まっすぐに行ってそのままさーって行ってトンって降りて、トンって降りてそのままそのままエッジは効かさず、エッジは効かさずまっすぐまっすぐ降りていくように、降りていくようにします。します。楽しみにして。多分それで成功する。イメージはもう固まってる、ね、あれ去年何日くらい滑ったの。え、去年何日滑ったの。去年先シーズン、それぐらいだろう。どれぐらいいった？ 10 日ぐらい全部。そうだね、10日。前半勢い余って結構いっぱい聞けたんだけど、後半失速したもん。後半がちょっといけなかったから。後半ね、プライベートが充実しすぎちゃってね。まっすぐして、まっすぐして、ここ近代してまっすぐ。惜しい。じゃあ飯食い行く？今は10時40分ですけど、休憩タイム。じゃあ行こう。12月からゴールデンウィークまで営業している竜王スキーパークで撮影された竜王シルブプレ、ビーカンファクトリー YouTube チャンネルでアップしています。ライター営業にアクティビティ、軽いパウダーにイージーなパークに上級者コース、そして変なメンツ、スノーシーズンを楽しむなら竜王シルブプレ。さらに詳しい情報はビーカンファクトリーウェブサイトへ。だってまだ10時半ね。でもお腹空いてるじゃん、うん、お腹空いてたらやっぱダメだよ。食べよ、怪我しちゃうから。ありがたきシーズンイン、ありがたきシーズンイン、ありがたき幸せなーむー。